さてと、まあ、テスト、します、まあ、カメラの取り付け位置ですね。まあスマホの方で確認はできるんですけど、まあ、何せ画面が小さいのと、まあ、止まってる時なのでちょっとよくわからないと、まあ、いうので、まあ、とりあえず走ってみます。二輪館の方にねちょっと行ってきます。まあ夜でも若干やっぱり混んでいますね。こっから豊山町の二輪館、があるんですけど、だいたいまあ Google のナビの予測で、あと16分と、出ております。まあ道もねよくわからないんで。風防を閉めるとこんな感じだね。風防を閉めると自分の声が非常にこもりますね。まあだけどマイクの方は拾ってるかな、ちゃんと。なんか赤色灯がついているけど、なんだ。パトカーがいるか。パトカーの高さじゃないな、あれ。あ、消防車か。左折します。まあ日中はね、暑い。まあ今日は暑いに近かったね。まあ午後前から急速に晴れてきて、ね、いい晴れ間が出ましたけど、まあその分湿度も上がったね。で当然ながら、まあ、この辺はねやっぱ休日になると人がわらわら出てきますからね。まあ渋滞も激しい感じになってましたので、まあとてもちょっとね走る気に慣れずまあこの時間までね、あのいろいろ、まあ、今喋ってるこのマイクとかね、名古屋のヨドバシに行ってね、買ってきました。まあ名古屋も人いたな。ほんと休日はどこもみんなこんな感じだね。ちょっと開けようかな、少しだけ開けよう。こもりすぎる声が。そう、ようやくね、なんだ、親知らずの腫れがやっと引いてきましたね。まあ、なんとかヘルメットもかぶれるようになりましたね。まあまだ私はね親知らず上2つあるんですけど、まあ今のところは
まあ悪さをしないだろうということで、ここ曲がんの、今回は、処置をしませんでした。とりあえず下のもう歯がねやばいっていうんで今回取りましたけど、完全埋没横向きですね、そちらを口腔外科で、2泊3日でね、取ってきました。まあ皆さんがね、コメントとか、で言われるほど私はまあそんな腫れたり、まあ、痛みで寝られないとかね、口をゆついだら真っ赤っかとかね、そんなことは一回もなかったですね。まあ、まともに全然痛みもなく、行きましたね、で3日前かな、ようやく抜歯しましてね、まあ特にまあ普通ですね、まあでもやっぱね噛めないっていうのはね、本当に、辛いですね、やっぱ右、まあ、左を今回ね抜いたんですけど右ばっかでね、噛んだりするからやっぱねこう肩がね凝ったりね、いろいろします、でやっぱりねその、まあ、筋トレもやってたんですけどやっぱねこう力がね歯食いしばれないんで力が入んないってことで、筋トレもお休みしてで、なんだっけな、そう美味しいものをね、まあ、食べてもやっぱちゃんと噛めないからさこう美味しさが伝わってこないっていうかね美味しくないっていうのね、まあ非常に、辛い2週間ぐらいですよね、今踏切通ったのがね、名鉄小牧線ですね、単線の、小牧線ですね。さあこの風切り音がどう入るか、どこまで影響するか、まあ言うても4、50キロですけど、あでも今日風強いね、ちょっと夕方になってからだいぶ風が出てきましたね。まあでもこの時代のバイクは、まあ、バイクに関わらずライトが暗いノーマルのライトはね非常に暗いですね、車検通るのかなまあ私はねこれレッドバロンさんにね、やってもらってますんで、まあ、そこら辺はお任せしますけど、左側がね、小牧空港ですね、まあ、自衛隊の小牧基地があります。左側はオワリコマキナンバーいいね、まあ、僕も本当はねオワリコマキナンバーが欲しかったんだけど、もう私の時代はね、ここで取ると、春日井ナンバーに、なってしまいますね、
残念4文字のナンバーが好きだったんだけどな、しょうがないですね。前に行きたくてしょうがないな、あれは左、もうちょい先か、次の信号かな。あれか、これで多分41号に出るんですね。で、二輪館は下り車線にあるから、まあ、ちょっと下ってくる感じかな。いや、やっぱこの時期のバイクはいいね。まあ、日中の方がいいっちゃいいんだけど、まあ、夜のね、ドライビング結構好きですよ。車に乗ってる頃はね、雨のドライブ結構好きでしたね。まあでも夜は情報量がね減るし、ちょっとね気を使うからね疲れてる。まあでもやっぱりね、夏なんかはやっぱ涼しくなった夜に走るのがね気持ちがいいよ。気持ちがいいって言っても、まあ夏は夜でも暑いけどね。うん、会長会長。まあ41号手前で少し混むかな、もしかしたら。そうだね。タイミングはいいぞ。ただ一発でいけるのかな、あれは。いけるかな。いけない気がするな。上が名古屋高速ですね。デコボコがやっぱこの辺はひどい。うちはちょっとかぶってるな。トラックのね、出だしの荷重にアスファルトがねどん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 メリ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 へこんじゃうよね。月が出てるね。カメラでちょっと見えるかどうか分かりませんけど、月が出てます。いい感じです。名古屋まで10キロあたりの場所に41号ですね。これ
号の先あたりが手前か二輪館だった気がするね。豊山町ですね。 あったあった我が聖地二輪館。まあ、入る場所が分かりづらいんだよな。